宮崎駿とか高畑勲が若い頃から信じて実践してきたですね、共産主義思想、マルク思想っていうのは根本的には神の存在を認めないんですよ。えー、はい。えー、青木雄二さんのですね、漫画のシーンですね。えー、ほな、こうししょうお父さんの嫁班が、えー、何秒かかりました。治すのにも大金が必要です。どうしても工面できまへん。神様どうかうちのか,かかを助けてください。神祈ることで治りまっか。 いや、それは、そうでしょう。必要なのは神や脳て、金と医者ですがな。ってポンとここでホワイトボタンに遺物論って書いて、つまり神がおらんちゅうことを前提に物を考えると物事の本質がすっきり見えてきます。これが遺物論ですわ、というですね、世界で一番わかりやすい遺 <laughs> 物論講義なんですけども、まあまあ、遺物論というのは本当にこ、これで合ってるのかどうかと僕もよくわかりませんけども、この世界観なんですよね。あの、 なんだろうな、超自然的な歴史の流れとか大自然とかですね、神という抽象的なものをですね、導入せずに全てをあの物質的な因果関係のみで説明する。だから、唯物論って言うんですけど、これがですね、実は基本的には高畑勲や宮崎駿の世界観であるべきなんですね。 なので、その、勝手に自然がですね、そこまで破滅的な状況になった時に、勝手に自然がですね、えー、救いを用意してくれたっていうのは、この考えではないんですよ。な、祈ったら不快が元に戻りまっか、毒さ毒、毒毒に毒された宗教が元に戻りまっか、飽きまへんやろ、そうとこっ,って不快を焼き払ってなんぼですがなっていう、不しなの考え方が実は、有物論であって、それに対してシカはですね、 何もしなくて結果的に森が助けてくれたよかったねっていうですねその宗教論を語ってるだけってこういうふうな考え方になるわけですねでえー、さらにですねあの高畑勲の批判は続きますじゃあ、えー カール・マルクス、資本主義に食い物にされないよう、マルクスの唯物論の考え方を伝えたいという熱意で、まあまあ、あの、えぇ、ー、何が金融道の作者、漫画書いてるっいこと書いてたということなんですけど、カール・マルクスですね、資本主義の仕組みを分析した19世紀のドイツ、えー、ドイツの経済学者、マルクス主義を受えたと。資本主義の高度な発展により共産主義社会が到達する必然性を説いたというふうに書いてます。ポイントなんですけども、あの、 資本主義を否定して共産主義があるというふうに説いたんではないんですね。資本主義が高度になってきて、資本主義が発達すれば発達するほど、その結果として共産主義が来るというふうに説いたわけなんですよ。で、えー、つまり、不快とか、あの、オウムというのはですね、毒された地球に対して、 大自然がですね、あの、もう一回地球をきれいにしてしまおうというふうになるべきではないんですね。どちらかというとですね、その、そういうふうにすると、宗教主義的になっていくる。丸く主義主義で考えるとですね、不快もオウムも人間の手によって生み出されなければならない。 高度産業社会の次に大自然が来るのではなくて、高度産業社会が進みすぎるとその結果として不快が現れるというふうにしないとマルクス主義にならない。 この批判を受け入れて漫画版の風の谷の直しカではですね、不快の設定というのを後にですね、有物論として仕切り直すんですね、宮崎駿は。で、実は不快もオウムも全て産業社会の末期に人の手で作られたものであったという漫画版の設定をマルクス主義としては、ちゃんと仕切り直してるんですよ。だから、割とこの高畑伊佐のですね、2番目の指摘、この風の谷の直しカは宗教、 的であって、マルクス的ではないっていうのは当たってるんですね。で、高畑さんによって、これ、あの、思想的な部分を否定された宮崎駿は、その後、風の谷のナウシカのアニメが終わった後、8年もかけて、漫画の中で、ラストでですね、より工事の絶望へナウシカを持っていくんですよ。どんな絶望かっていうとですね、その、不快もオウムも人間すらも高度産業社会の手で作られたものに過ぎなかったと。 つまり、高度産業社会が発展して次の不快になるというマルクス主義的な主観を持ち込んだおかげで、ナウシカはアニメ版よりさらに高度な絶望の方に送り込まれるわけですね。で、以後、宮崎駿は、その、 人間より大きな力がですね、愚かな人間を救うというドラマを二度と作れなくなったんですよ。もののけ姫でもですね、獅子神大だいだらぼっちがですね、死んだ後森は復活するんですけども、それはもののけたちがもともといた原生林ではなくてですね、農民が管理する、いわゆる里山にしかならないという。こういうですね、こうテーマになってしまう。あの、人間は神を殺して生きていくしかないっていう。これがエボシ午前、もののけ姫の時のテーマだったんですけども、それに対してアシタカが見つけたのはですね、 人は神を殺してしまう。それが人の現在である、罪であると。だから、その自分たちが殺した神というのをう、うわなくてはいけないと。ようやっとここまで語れるようになったんですけど、このもののけ姫が作れるようになったのは、ナウシカを真正面から否定されたからっていうのが、まあ、高畑勲がですね、宮崎駿の師匠として、まあ、すごいところでもある。もう本当にあの二人は、なんか二人で一つというですね、クシャだとナウシカのようなものだというふうに思います。<laughs>